第二次発当選時における、大田正隆の肖像写真。大田正隆は、日本の大倉官僚、政治家。衆議院議員に7回、参議院議員に1回当選した。静岡県出身。静岡商業高校、第7高校を経て、1912年に、東京帝国大学法科大学経済学科を卒業し、大倉省に入省。後に、主計官となる。 1919年退官。政界入りするまでに放置新聞社副社長、中央大学教授等を務める。1924年には、経済学博士号を取得。1930年の第17回衆議院議員総選挙に、立憲政友会公認で立候補し初当選。その後大倉参与官、大倉政務次官等を歴任。 1939年の声優会分裂に際し、金光道を犬飼健らと共に中立派に属す。1940年体制翼3会政策局長に就任。その後翼賛政治会常任総務務務務務める。終戦後の1945年11月には日本新保党結成に参加、政調会長に就任する。12月には永久戦犯容疑で、 逮捕されるが1947年に不起訴処分となり釈放。1951年公職追放会場も、1952年自由党公認で総選挙に立候補して当選し政界復帰。1955年第三次、鳩山内閣に自治庁長官として入閣。1959年には参議院選挙に当選するが一期のみで1965年に、 政界引退、1982年死去、去年97、ありがとうございます。